男女1チームずつ発表したいと思います。令和元年の北九州黒崎ライオンズクラブ賞女子の部熊で一番山笠 A チームです。それでは宮田彩香さん、三浦里乃さん、海老谷優乃さん上がってきてください。続きまして男子の部ライオンズクラブ賞の発表です。熊西山笠男子 A チームです。川本龍馬さん、影松育美さん、時枝雄大さん、どうぞお願いください。続きまして女子チームの第3位を発表します。女子チーム第3位は藤田西山笠 A チームです。藤原志麻さん、石井真奈さん、堀美月さん、どうぞお上がりください。続きまして男子の3位を発表します。男子の部3位は熊で二番山笠 A チームです。草野智子さん、山本俊太さん、松本奈子さん、女子の部準優勝の発表します。準優勝は熊西山笠。男子の部準優勝を発表します。男子の部準優勝は熊で一番山笠 A チームです。古賀さん、松枝浩二さん、井上修奈さん、どうぞ上がってきてください。それでは女子の部の優勝チームを発表したいと思います。令和元年度太鼓競演会女子の部優勝チームは熊で2番目です。それでは最後になります。令和元年度太鼓競演会男子の部優勝は